エンポリアはアメリカ合衆国バージニア州南部に位置しグリーンズビル軍に取り囲まれている独立市である。2010年国勢調査での人口は5927人だった。アメリカ合衆国省務省経済分析局は統計上の目的でエンポリア市とグリーンズビル軍を一つにしている。エンポリア市はグリーンズビル軍の軍庁所在地である。 バージニア植民地時代の1710年、ヒックスフォードの町が作られた。そこは、バージニア東部のフォート道路がクリスタナ砦に向かう、途中でメヘリン川を越えるところだった。バージニアが州になった後の1798年、メヘリン川の北岸にベルフィールドの町が作られた。この二つの町は1887年に合併し、エンポリアと呼ぶ、法人化町になった。 町名はカンザス州エンポリアから取られていた。エンポリアは1967年にバージニア州議会から独立市として再認証された。エンポリアは長く交通の要衝だった。現在 CSX トランスポーテーションの南北鉄道線がノンォークサザン鉄道の東西方向線と交わっている。アメリカ国道58号線が東西方向に 週刊高速道路95号線とアメリカ国道301号線が南北方向に走っている。エンポリアは北緯36度41分34秒整形77度32分17秒、北緯36.69278度整形77.53806度、36.69278-77.53806に位置する。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は七点零平方マイル、このうち陸地は六点九平方マイル、水面は零点一平方マイルで、水域率は一点零零パーセントである。週間高速道路九十五号線と、アメリカ国道五十八号線が市内を通る幹線道であり、州都リッチモンドから南に六十五マイル、ノーフォークから西に八十マイル、 ノースカロライナ州のロッキーマウントからは北に約60マイルに位置している。ノースカロライナ州ガストンの町に接近している。市内にはグリーンズビル軍高校とサウスサイドバージニアコミュニティカレッジのエンポリア文庫がある。市民の約29%はイスラム教徒であり、国内でも最大の比率となっている。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。 エンポリア自転車クラブが定期的に総公開を開催しており、毎年のグレートピーナットライドには数百人の自転車愛好家を集め、ピーナッツの応援を訪れ、キャンプ場で心のこもった料理とライブ演奏の艦隊を受ける。バージニア豚肉祭りは毎年6月第2水曜日に開催されている。バージニア州が毎年発行するバージニア州の犯罪2006年版では、 2005年と2006年人口10万人あたりの発生率でエンポリアが週内第2位になった。ありがとうございます。